今回はローソンの内カフェシリーズのですね、プレミアムロールケーキ2倍ですね、こちらをですね、初めて購入してみました。このプレミアムロールケーキの2倍ですね、毎月6日にですね、ロールケーキの日に合わせて登場するですね、えー、期間限定というか、まあ、限定のですね、えー、プレミアムロールケーキになっています。 以前からですね、発売はしているのを知っていたので、ちょっとですね、購入してみたいなと思ったんですけれども、なかなかですね、日付ですね、ちょっと忘れてたりして購入できてなかったので、今回初めてちょっとですね、買ってみました。ちなみに値段がですね、えー、と大きい方がですね、255円で、普通の方がですね、150円ということで、その差がですね、えー、2倍ということを考えると、45円ぐらいお得になるということなので、 もしですね、この大きい方のタイプ売ってる日にですね、えー、ローソンの方行くのであれば是非ですねプレミアムロールケーキ2倍の方ですね購入してみるといいんじゃないかなと思いますで動画で見ても分かるようにですねこのクリーム感がですね本当にこうずっしりとですね入っているような感じでたっぷりクリーム楽しめるのですごくですねいいなと思いますでロールケーキの部分もですねこう高さが2倍になっているので、えー、こちらの方もですね大体2倍になっていると思います ですので、すの中のですね、このたっぷりのクリームをですね、こう、ロールケーキの方につけながらですね、じっくり食べれてしかもですね、このボリューム感がすごくありますので満足感もあります味はですね、えー、普通のプレミアムロールケーキに比べるとクリームがなんかこう、たっぷり入っているのでよりですね、えー、クリームのずっしりとした感じがあるなという印象です ただですねケーキ屋さんのですね生クリームなんかと比べるとですねちょっと重さがですね軽いなっていうクリームがですねちょっと軽めかなっていう印象がありますですので軽い感じのですねクリーム好きな方にはですねこのロールケーキすごくですねおすすめだと思います何よりですねこのクリームをですねじっくり1人でたっぷりですね楽しみたいっていう方はですねこの2倍タイプですねすごいおすすめです 発売なんですけども6日の夕方頃発売のようなんですけども5日から6日の夕方にかけての発売みたいなことをですねちょっとホームページで載ってたので、えー、その辺、ですね日付ちょっとですねチェックしながら購入してみると、えー、あるときにです、ね、買えると思います。